2007年の福岡ソフトバンクホークスでは、2007年の福岡ソフトバンクホークスにおける動向をまとめる。2007年の福岡ソフトバンクホークスは、大貞治監督の13年目のシーズンである。就任13年目の大監督は前年途中、胃がんの手術のため森脇孝治ヘッドコーチに監督代行を委ねた。最終的に休養から復帰したものの、前年は、 プレーオフの第二ステージで日本ハムに敗退。その悔しさを晴らすべく、無償トレードで巨人へ移籍していた、国母祐希をホークスへ呼び戻し、横浜からは、田村一志を寺原隼人との交換で獲得。チームは4年ぶり復帰の国母や横浜から移籍の田村をはじめ、打線が開幕から打ちまくり7月までは、日本ハムと同率の首位につけるなど好調だった。しかし、 8月以降は、日本ハムとの差が広がり最後は3位で終了。下国上を果たすべくプレイオフの第一ステージで2位、ロッテと対戦するが、1勝2敗で屈辱の敗戦。2004年以来4年連続のポストシーズン敗退となった。2007年オールスターゲームのコーチは、王監督の健康面を考慮し、この年に軍監督から昇格した、秋山康二ヘッドコーチとなった。 シーズン途中、アメリカからジェイソン・スタンリッチが入団し7月後半からローテーションに定着した。ありがとうございます。